ハロー YouTube。 数々いるトラック YouTuber の方で、車の中で火を焚いてる人がいるんですよね。いわゆるカセットコンロだとか、あとは何でしょう、固形燃料などで、で車の中でね、鍋とかね、やっているそういう人のね、動画見るのは楽しいですよね。美味しそうだな、俺もちょっとやってみるかなみたいな感じで、実にねいいです。あれはアイデアとしてはねすごくいいです。で、我々トラックドライバーはですね、まあ地場産業の人はね、まあほとんどね、車の中でねそんなことをねする人はいないと思います。まあコンビニで温めてもらって、それを車に持ってって、で車の中で食べるといった感じでしょうかね。で、まあそもそもですね、なぜその車の中で、調理とか、まあそういった、まあガスコンロを用いて調理などして車の中でご飯を食べるかという、言うとですね、まあそもそも食費を浮かすためです。で、結構ね、レストランだとか、そういうとこでね、食べたらね、結構しますわ。で、まあ高速道路のね、レストランってね、高いんですよね。レストランも高いし、フードコート。フードコートって言うんかな、そういうとこでねラーメンをね食べてもね、まあこの前私尾道ラーメンというのを食べましたけれども、それがね800円だったかな。で今度はね、カキフライカレーというのを食べましたが、あれがね900いくらでしたわ。まあ結構高いですよね。まあそんな地なしに、まあ例えばまあ、うちからご飯を持ってきて、まあご飯はまあそこそこ冷たい、もしくはなんていうのか、ランチじゃそういうとこで保温しとけばあったかいご飯食べれますよね。でお湯だけ車の中で沸かして、でボンカレーをまあ食べると、車の中で。そうしたら、ボンカレーなんて安いのだったら100円しないですよね。ディスカウントに行ったら本当安いカレーがたくさんある。で、ご飯はいいから持ってくると。そしたらね、100円。100数十円で一食食べられると。先ほどのね、900いくらのカレーを食べるんだったら、まあそうやって食べた方がよっぽど安くつくよという、まあそういう話です。でね、私がね長距離の頃ね、長距離やってた現役の頃で、大阪関東もまあ含めて月に8回から急降下していたわけですよね。平均でね、まあ急降下多いところでね10降下でね、私はね、まあ1公開3日で、まあ3日で1工程なんですが、まあ3日間で5000円の食費でした。で、まあそれでもね4000かからない時もありましたし、まあ結構ね5000近くね行ったこともあります。でも大体ね、5000くらいで。で、私、いつもの500円貯金、5000円の中で、まあ大体4000いくらにね、4000、例えば4200円だとか、そんな感じでね、お金を浮かして、で、車の中にね、500円貯金というのをしてましたわ。なのでね、大体一国会ね、4500円以内で済ましてましたね。
それでも、例えばですよ、月に10公開すると、4万5000ですよね。4万5000ですよね、10公開行くと。私がね、すごくケチって、そんぐらいでしたわ。4万5000、どうだったかな。結構、かかるでしょ ?4 万5千でね。なのでね、ほんとね、長距離の運転手ってね、ほんと、いかに節約してお金を浮かすようにするかも、するかが、まあ、第二の仕事っていうんですかね。そんな感じです。で、そんな中ですね、やはり、車の中でね、火を焚くというのはね、とても危険です。で、ほとんど、まあ、中にはどうなのかな、準備してんのかな、中で火を焚くわけじゃないですか。なのでね、いつ何時、火災が起きるかわからない。これも、今これ、ベッドのカーテンなんですけれども、これもね、化学繊維なんですよ。こんなもんにね、火がついたらね、あっちまんね、燃えますよ。で、車両、火災になれますよね。で、ほんと、まあ、下手すればね、車も燃えてしまうし、その本人もほんと、死んでしまうと、いったことになります。で、なのでね、消火器をね、みんな準備してんのかなと。で、冒頭に見せましたよね、消火器。あの消火器ってね、車に、一つはね、備え付けなければならないという、これ確かね、道路運送法かなんかでね、決められてるんですよ。消火器を備えなければならないと。でもですね、はっきり言って、今、ベッドのとこにあったんですよね、あの消火器って。でも、いざね、なんか火災が起きた時にはね、あんなとこにね、消火器に置いてもね、結果無駄なんですよね、あそこに。なんかでね、あそこでね、消火器をね、通れないですよ。で、まあ、火が出ると言ったらね、おそらくですよ、おそらく火が出ると言ったらエンジンから火が出ますよね。で、あっちまで燃えるんでね、消火器を慌てますからね。いざ消火器を取ると言ってもね、あんな場所にあったんじゃね、消火器取れないですよ。はっきり言って。これね、ちょっとメーカーの方でも考えろよと。まあ、備え付ければええっちゅうもんじゃないよと。あんな時はね、置いても。例えばですよ、ね、バーンってぶつかって、まあ、運転席でもめちゃめちゃになった時に、あそこの消火器が取れるかどうかですよね。なのでね、場所的にちょっと違うじゃねえかと、思います。もっと取りやすいところに準備しておくのが本当なんじゃないのかなと思います。これはまあ、各メーカーのボディアが、ちょっと頭使いよと、考えやと。緊急な時にすぐに出せるのかという話です。で、まあ、話、ちょっと、それたんで元に戻りますけれども、で、実際ね、あの消火器ではね、まあ、粉末の消火器なんで、火を消そうと思ったらね、もう、はっきり言って、すごいことになります。もうね、この辺が真っ白けになってね、まあ、火は当然消えるんでしょうけれども、この辺がね、もう、粉まみれで、ほんとね、まあ、大変なことになりますよ。なのでね、アマゾンでもね、消火器ね、売ってると思います。で、一番いいのはね、スプレー式の、まあ、緊張るみたいな、そんぐらいの大きさのね、スプレー式の、ワンタッチのスプレー式の消火器がね、あるはずです。ちょっと今、調べてないんでね、わかりませんけれどもね、以前ね、そういう、この、なんか、ね、緊張るみたいなね、そんなね、消火器をね、見たことがあります。それをね、ぜひね、動画を
撮るときに、動画を撮るときに、車内で火を使うのは危険ですよと。で、注意喚起した上で、で、私は、自分は、消火器をそばに置いてますよと。万が一、火が出ても、まあ、火が出たら困るけど、もし車の中でどんな感じで火災が起きるかわからないじゃないですか。だから自分はこの消火器をそばに置いて調理をしてますよと。そういった動画をね、作ってもらいたい。ぜひとも。でないとね、ほんとね、そんなんで YouTube 撮るのはいいけど、もしね、車両火災になったら、あなたどうするんですかっていうことですよ。車両河川にありましたと、それ YouTube 上げますか。それはね、すごく再生数稼げると思いますけれどもね、それは、ちょっとね、いかんですよ。で、そんなことをね、してると、やっぱりね、会社もね、そんな、車の中で、そんなことするなよ、ということになれますんでね。なので、あなただけが被害を被ればいいけどね。おそらくね、右か左に、トラックがね、止まっているような駐車場でやると思うんですよ。ねえ、なんか何でも燃えないような海の砂浜の上で、やるわけじゃないでしょ。で、あなたの車が燃えたら、隣の車も燃えますよということですよ。そしたら、で、ねえ、それで車両火災あってごらんなさい。車が全焼してごらんなさい。荷物もパーになるし、車もパーになるし。もうね、ちょっと大変なことになりますよ。ほんと大変なことになりますよ。なのでね、その辺のところをね、しっかりと考えて、車の中で、火を焚いた方がいいなと思います。で、私が見ている限りではね、誰一人消火器をね、準備していない。これあなた危ないんじゃないのと思いますけれども。まあその人の動画にコメントを入れたことはないんですけれどもね。この人どうやってんのかなと。まあもしかしたらね、消火器を準備してるのかもしれませんけれども、まあなんて言いますか、チャンネル登録者数も増えて、例えばですよ、まあ、5000人だとか1万人だとかなると、まあ、そういう方が、社内でね、そういうカセットコンロなどをね、使ってやってると、ああ、いいな、俺もやってみようと思うんですよ。で、その時にね、やっぱ、気づかせてあげてくださいや。ちゃんと消火器を準備してやってくださいねと。もう火の元にはもう絶対に気をつけてくださいねと。で、そのガスボンベもね、多分ね、書いてありますよ。車内40度以上になるようなところには置かないでくださいと。で、夏なんか40度になりますよね、車の中。で、真夏なんか、まあ、荷物を積んだり下ろしたりするときに、まあ、直射日光でも当たるような車内、すぐ40度以上になりますよ。なときに、カセットボンベが破裂しませんかと、爆発しませんかという話ですよ。本当ね、そこまで考えてんのかなと思います。私はね、まあ、恐ろしいんでね、まあ、ちょっと、車の中でね、火を焚くようなことはやれませんけれども。まあ今、そんなことをやるような仕事じゃないので、私はまあ、地場なので、弁当を毎日持って出るんでね、車の中でそういった調理はしないんですけれども、もしね、やるんだったら、消火器とかね、準備してやっておいた方がよろしいかと思われます。はい。今日はですね、まあ、車の中で車中飯、ご飯を炊いたりだとかね、火を
履くんだったら消火器をちゃんと準備してくださいよという話をしました。それではこの動画は以上になります。動画役に立ったって方はグッドボタンを、またチャンネル登録などもお待ちしております。それでは皆さん、くれぐれも火の元には本当注意してやりましょう。それではこの動画は以上になります。また次回の動画でお会いします。